よしよし。皆さんようこそ。よしよし。最近どんな本をお読みになりましたか？今日はクリスマスにふさわしい一冊からご紹介したいと思います。こちら村山咲さんのさやかに星はきらめき。これは賛美歌のタイトルなんだそうですね。中身は村山さんの大好きな SF ファンタジーです。遥か遠い未来、月面都市新東京に暮らす編集者キャサリンはクリスマスをテーマにした本を作ることになりました。地球を離れ宇宙に生きる人類のささやかな夢、希望、そして愛の物語。このキャサリンっていうのがもうすでにして人間ではないのです。この物語の中では人類が地球を離れて数百年、みんな最初はその国ごとにまとまって船団を組んで移民船団としていろんな星に散っていきました。地球はもう環境が悪くなって住める環境ではなくなったので、みんな脱出せざるを得なくなったんですね。でもそこから数百年経つと生き延びてる人類もいるんだけれども、なぜか犬や猫が人にとって変わるようになりまして、犬人とか猫人、あるいは鳥人というような新しい人類が発生してます。この編集者のキャサリンは猫人です。不思議な世界なんですよ。もう本当にファンタジーなんですが、これ村山さんの言葉によると、思う存分大好きな世界を描いた原点回帰の物語です。本当にこういうファンタジー、こういう世界が描きたかった。そしてその世界が何によって成り立ってるかっていうと、なんかこう本当にもう人への優しさだったり、そのさっきも言いました、何かささやかな人々の夢だったり、こうだったらな、あるいは昔はこうだったんですよっていうこと、希望だったり、そういう本当にささやかな一人一人のことを大事に大事にこう紡ぐという村山さんの世界です。いかがでしょうか、ファンタジー。私思ったんですけれども、ファンタジー好きな方はもちろんいらっしゃって、私はちょっと苦手な部類ではあるんです。ファンタジー、こういうこうふんわりした優しい世界に触れるから、そういう物語を読むから心が落ち着くんじゃなくて、実はそういう世界を味わえるだけの心の余裕がこちらにないと、十分にその世界に浸れないというか、その魅力がわからない、そういうものなのかな、ファンタジーでっていうのは思いました。なのでこういうクリスマスですとか冬休みにちょっとゆったりと時間をとってこういうものに触れてみるのはどうでしょうかと、私自身ちょっと戒めのように思いました。もうね、中身は読んでいくと、もう本当にジーンとなる、そう、猫人とか犬人とか言いましたけれども、人間のお話です。それがクリスマスの物語を軸に展開していきます。この物語の中では時を超えたクリスマス物語集という美しい本が出まして、宇宙にまたがる大ベストセラーとなっております。このご覧の通り、本書も非常に綺麗な装丁ですよね。クリスマスの贈り物にもいいんじゃないかと思って、この時期にぜひご紹介したいと思いました。さやかに星はきらめき、村山さんの大好きなものが詰まった、そして夢や優しさが詰まった優しい、本当に楽しめるファンタジーです。よしよし。さて続いてはですね、これはまたおなじみの世界です。こちら行きましょう。婚活食堂、これもうシリーズがこれ10作目になりました。山口英子さんのおなじみのシリーズです。ドラマ化もされました。菊池桃子さんの八方木姿がね、本当に可愛らしかったですよね。10作目ともなりますと、だいぶおなじみのメンバーも増えてきて、あ、久しぶりにこの人出てきたなっていうメンバーもあり、また新たな人も加わったりして、いつの間にかもう私もここに通ってるような気分になっておりますが、まずこれ見てください。山口さんは別の出版社3社から食シリーズというのを出しになっていて、このチャンネルでもご紹介してますけれども、まあ、婚活食堂のシリーズ、そして幽霊居酒屋のシリーズ、そして食堂のおばちゃんというシリーズ出てまして、これが合わせて100万部を超えた、すごいことですね。この3冊ともに、まあ、食堂、まあ、あるいは居酒屋を舞台にしたお話なんですけれども、特徴的なのは必ずその季節季節の美味しい新メニューが登場して、その作り方が後ろにレシピ集として出てるってことなんです。だから真似して作れるような仕組みになってるんですよ。
もう何度これを見て作ったことかという感じです。よくもそんなに次から次にアイデアが浮かぶものだなと思います。山口さんご自身が食べることが大好きで、人を楽しませることが大好きでっていう根っこがあるからこそ、こういう本当に食べても、いやいや読んでも食べても美味しい物語が紡げるんだなと思います。この中でもですね、私一度山口さんに TBS の入り口のところでお目にかかったことがあって、久しぶりですってご挨拶したら、レシピ毎回楽しみですってお話ししましたらね、この幽霊居酒屋のシリーズが一番おすすめだとおっしゃってました。わかります。これなぜかっていうと、一番簡単なんですね。一人で切り盛りしてますから、このおかみさんが簡単レシピなら幽霊居酒屋がおすすめよで、作り置きと時短レシピがいっぱいだからとおっしゃってましたんで、ぜひ興味ある方は、物語もですけれど、この後半のレシピ楽しみにお手に取っていただければと思います。婚活食堂もその時々のそのトピックですね、いろんな社会での出来事がその都度盛り込まれていくので、同じ食堂を舞台にしたおなじみさんが登場するお話ですけれど、物語の世界と私たちと一緒にこう歩んでるような感じがするんですよね。例えばですね、 AI による婚活の話は本当に早い時期に始まりましたし、常連さんの中には今やネットで特定班やってるって OL さんも登場しますし、首謀者がお姿を現さないで SNS で募集した闇バイト、そういう実行犯による犯行なんていうのもこう出てきます。近頃見聞きしている、そんな事件がすぐにこの物語世界に登場しているというところが、山口さんのアンテナの張りようが鮮やかというか、すごいところだなと思いますね。そしてこの婚活食堂の中にさりげなく、こちらの食堂のおばちゃんの食堂、はじめ食堂ですとか、幽霊居酒屋に出てくる住人の人たちがさりげなく登場したりもしています。これもこの3シリーズずっと読んでる方にとってはとか楽しめるところかと思います。ぜひぜひ肩肘張らずにふわっと読んでいただけて、そしていろんな人生模様も味わえるということで、この冬休みの読み物としては最適なのではないでしょうか。よしよし。さらに冬休みと言いますと、日頃ちょっと読書から離れていても、なんかまとまった時間があるから本を読んでみたいという方も大勢いらっしゃると思います。どうやって選んだらいいのかなと、このチャンネルを参考にしていただければ一番ありがたいんですけれども、私も本屋さんをこう見て歩きながら、あ、これと気になったものを手に取ったりして、でもやっぱりこう自分の範囲だと、どうしてもこう自分の好きなもの、こう見えてるものの範囲になってしまって、でこう狭まってしまうってこともあるんですよね。そういう方にぜひこちらいかがでしょうか。宮部みゆきが本読売堂でおすすめした本ということで、私まだ見てません、読んでませんすいません。いやだって宮部みゆきさんのどんな本をおすすめになってるのか、じゃあそれ読まなきゃいけないし、だったら宮部さんのこれを読む前に同じものを読んで感想をこう比べるのは変ですけど、私はこう思った、あ、宮部さんこんな風にお読みになるのかって、こうちょっとね、古い味わい方をしてみるのもいいかなと思って、パラパラっとページをめくってみましたら、いやすごいんです、その幅が。小説だけじゃもちろんなくて、日本のものだけじゃないし、いろんな統計学から謎を解くとか、いろんな、このなんだろう、社会全般を網羅しているようなものが何冊入ってるのかな、128冊、もうこれでほぼ1年楽しめちゃうんじゃないかというぐらいです。楽しみ方として、こう自由に開いて、最初からこう順番に読むんじゃなくて、興味のあるところを開いて新たな本との出会いを作るきっかけになりましたら何よりも嬉しく思いますという宮部さんの言葉がありますが、何でもいいんですよね。きっかけはこれを見て、おお、絵はがきで楽しむ歴史散歩とかそういうのもありますから、皆さんパラパラっと見て、今週はこれを読んでみようかなっていうふうに利用されてはいかがでしょうか。で、いいんですよね宮部さん多分そうだと思います。本への入り口としておすすめしたいと思います。私もこの中に勧められている本、本当に読んでないのばっかりなので、一冊ずつ楽しんでいければと思います。前々回でしたでしょうか、私がその好き嫌いと言いますか、とても興味がある分野とそうでもない分野が偏ってるってお話をしました。ミステリーは随分多いと思います。時代小説もありますよね。今まで
一度もここで紹介したことのないジャンルがあるって言いました、はい、自然科学系のじゃないかっておっしゃった方もあったんですけれども、いや、それは以前に何冊か紹介しています。はい、答えは恋愛小説ですね。それはね、別に読まなくてもいいかなっていうか、あんまりこう興味を惹かれないんですよね。恋は読むものじゃないわ、落ちるものよ、ということで、どうでしょうか。どんなジャンルでもね、来年はもっともっとこう広げてみたいと私自身思っております。何かおすすめの本があったら皆様からもぜひお寄せいただきたいと思います。はい、ということで今日はファンタジーと、そして楽しいこの食の小説と、宮部さんがおすすめになる本がぎっしり入った本をご紹介いたしました。また次回お楽しみに。よしよし。